スーパーマリオメーカーやっていきましょう。100人マリオチャレンジパート88かな。で、途中やってたコース、まあほとんど動画になってないと思うんですけど、まあそれですね。そのコースパスしたんですけどね。はい。じゃあ参りましょう。カスティージョだよね。うん。L、L2 つでジョって読むんだよ。スペイン、アメリカの方なのに、ああ、そうか。え、これはどうするの？ちょっと待って待って。これはどうするのかな？孔明だよね。だよね。P か。あー、そっか。このテレサたち一旦召集かけないと。OK。あー、これきついかな。もうちょっとかけるか、今回は。どうしよう。結構苦しくなったな、これ。OK。もうちょ。OK。はい。よいしょ。危ねえ。いやーいやー。いやーいやーいや。ごめんよー。入れない。このブロックは上にも行けますよー、的な。ドアに入れっていう指示はあるね。こっちは何もないのか。じゃあまあ入りますよね。そこを繋がんの、あ、こっちに繋がるのか。へえへえへえ。下に降りましょうか。うわ、下で合ってるけど、運が悪かったやつか。危ねえ、あ、そこ降りましょう。OK。ヘイ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 。こえ。上かなファー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 。ファーファー。向かる？うわ、これはまずい。ヒー！やばい。やばい。あぶね。死ぬ死ぬ。落ち着い。早いよ。なんか今、ファイヤー早く、ちょっと。よし。かなり得できたかな。ファイヤー多すぎません？うわー。あぶね。あぶね。まだ、救える？このマリオ。いけるね。クッパファイヤー次第だな。よし、助かる。クッパファイヤーが運ゲー溶かしてる。ルー。あー！しっかりと降りる。怖え！大丈夫。あ、これ死ぬ。あ、死ぬ。落ち着いて降りる。進めねえけど。ダメだ。キラが仕事しすぎ。あの短い区間の中で行かなきゃいけねえのか。かなりきついな。しかもクッパファイヤーが運ゲー溶かしてる。う、大丈夫、ここ大丈夫。はい、急げ。オッケー、いける。よし。クッパファイヤー来た。積み。積む。積む。来た。ここ当たらずにいける？死ぬ。やばい。死ぬ死ぬ。これやばい。これ無理無理無理。無理だよ、そんなの。死ぬ。ここも乗る。死ぬ。死ぬじゃん。耐えた。けど無理か。いや、無理。あ、クッパファイヤー死だ。やべ、なんでジャンプした？いやー、ダメ、それ、うわ。うわ。ふっ、無理。コースの全貌はですね。あ、まあ、そうか。最初から、このコースまだ見てないっていう方もいると思うんで、ちゃんと説明した方がいいですね。100人マリオチャレンジで、やってて、ずーっとクリアできなかったんですよ。何期くらい やられた？ 20 期くらいかな？ 30 期くらいかやられて、諦めたんですよ。これ続けてても、拉致が開かねえなってことで、やめたんですけど、その時、このツタはまず発見してなかった。まあ、このツタ発見してなくてもいけるんですけどね。問題ないですけどね。問題はもっと別のとこにいっぱいありましたね。まあ、思った通りっすかねーって感じですけど。まあ、こうなったら右行きますよね。普通の人だったら。わざわざこの左にはでは行かない。まあ、こういうことだったんですよね。まず一つ目が。
羽だったらこの危ね狭いところもいけるんじゃねえかな。ほら、あとは調整を重ねてこうやって進むと、羽ってだけでだいぶ得ができるな。ちょっとここが行きづらくなるけど、まあ多少食らっても、いやー食らったか、あやばい、これは食らい直さないとダメだな。ただ無敵状態を利用してこっちまで行けますよね、こんな感じでね。ここでずっと死んだんだけど、いやかなり楽に行けましたね。まああとはここは運ゲーですね。ファイヤーに当たったらドンマイ。オッケーオッケー。危ね危ね、落ち着いて、危ね、うお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 、すげえ、そんなクッパのファイヤーの吐き方あんの、うお。骨、危ねえ。オッケー、でかい状態で、いやマント状態でここまで来ると、あのドスエリアでね、どうしても被弾1回って感じなんで。あーこれ食らう、まだでっかいままで痛い、お願い、よしよしよし、これでかなり楽できるかな。 GO、 落ち着いて、 OK、 冷静に行こう、 OK、 おっこえ、よし、あとは運ゲー、ここは運ゲー。当たったらドマイ！おぉ、ギリギリセーフ。ここにスターがあるよ。よーし、とりあえずスター取れれば。はいはいはい、はいはいはい、オッケーです。んで、ここにもですね、各社ありますんで、これ取っていきましょう。スター状態でもちょっと、あ、まあいけなくはないかな。やっとクリアですね。はい、お疲れ様でした。隠しメインでしたね。これで20機くらい取られたのは痛いなぁ。